まあ、ここでいい思いも、ね、悔しい思いもたくさんしてきたところなので感慨深いものはありますし、まあ、ただやっぱりね僕ら、結果出さないと最後喜んで、皆さんと、ね、一緒にこうスタジアムにお別れ告げれないのでまずは、はい、結果求めていきたいなと、まあ、いろんな思いありますけど、まあ、そっちに焦点を当てて、試合頑張っていきたいなと思ってます。明日エディオンスタジアム広島のラストマッチに臨むサンフレッチェ広島、残留争いを繰り広げるガンバ大阪を迎え撃ちます。長く時を共にしてきた戦いの舞台との別れに強い思いを抱いているのが青山敏弘選手、今季初スタメンの期待が寄せられます。やっぱ特別な場所なので、最後その場に立ってね、まあ、自分の気持ちだったり、まあ、チームの気持ち、ファンサポーターの気持ちっていうのをね、最後結果に結びつけられるようにね、やっていきたいなっていう覚悟ですね、はい、このスタジアムでみんなと共に勝ちたい、勝ちます。そして今シーズン限りで引退する林拓人選手とホームで戦う最後の試合にもなります。いや、まあ何より寂しいですね、まあ、本人もね、多くの感情がある中でその決断をしたと思うので、まあ、僕らにプロフェッショナルをね、常に見せ続けてくれた、はい、大先輩でもあるので、エディオンスタジアムそしてタクトさんにも、しっかりとね勝利で花添えて送ってあげたいなと、はい、思います。さまざまな思いが交錯するラストマッチ、明日午後2時キックオフです。